父、いやしかん。かもしれぬ。もうと、わしの、我が俺たちは殿と。だが、そうそう、そなたのこれまでの事績、真として並ならぬものである。故にその功を称え、助手は私技巧就任。うん、殿、殿が順位くわしに技巧に。しかし殿の栄奪うもの同族。俺は私のいくらを。報告。おっと、そんウリンに続く。果たして彼らは赤壁での勝。うん、領衆の巨匠を。とにかく千円です。わ、猛毒加工純友孫悟の軍ね。孫、はい。いえ、何、ありがとうございます。龍、今回五軍の指揮を取るのは周遊。赤壁に布陣する彼を倒し敵を退けましょう。今回は文尺殿の戦略に乗りましょう。戦略あっての戦術、局面打開は俺がします。よし、ここで防御体制を取るのだ。しっ、我が発想の勝利のようだね。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えることは心より嬉しく思います。知ってんだけはやけに目立つんだよな。我が発想の勝利のようだね。開いたぞ、今だ、攻めかかれ。えい、あ悪いけど、医療は孫悟のものだ。おとなしく出てってくれ。俺さあ、えい、どうだ。かかったね。籠城席、こんな手もあるんだ。開かせないことには話にならないな。どうだい、たっ、えいはぁ、籠城とはつまらねえ。どうにか外に出て戦えねえ。籠城は両毛殿の命令だ。あんた勝手なことするなよ。誰かが門を開けてくれたみたいですね。これで医療に入ることができます。畜生、やっぱ守りは性に合わねえんだよ。敵の勢いが激しすぎるで、ここは下がるしかなさそうだ。
蔵殿のご活躍しかと拝見した。かかったね。こんな手もあるんだ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。ねえ、不覚を取ったか。とも、申し訳ない。さすがのご活躍ですね。私もあなたに近づけるよう頑張ります。なお諦める闘志には敬意を表します。しかし慶州は孫悟のものです。とっておきをお見せしよう。突撃してください。一息に敵を制圧しましょう。かかったね。こんな手もあるんだ。葬儀にまだこれほど力があったとは。主義申し訳ございません。やっは我が発想の勝利のようだね。番長殿のご活躍しかと拝見した。援軍我が発想の勝利のようだね。ここまで戦線を戻されるか。だがお前たちの進撃はここで終わりだ。かかったね。こんな手もあるんだ。敵が長江を渡ってしまう。俺の意地はこんなものだというのか。船着き場が解放されましたね。これで船に乗ることができます。我が発想の勝利のようだね。お見事、見せつけてくれますな。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。孫悟のため、周遊殿のため、怒涛となりて慶州を突き進まん。いささか部が悪いが、ただが引くわけにはいかん。かかったね。こんな手もあるんだ。ここで敵をとどめねばならん。たとえ捨て石になろうともな。敵の守り、波頭を砕く岩のごとし、打ち崩せぬとは無念よ。引くしかあるまい。番長殿、その突飛さが戦に生かされたな。さまざまな意味で目の離せぬ男よ。やっ、たぶっちゃ。
油断したね。全部お見通しさ。とっておきをお見せしよう。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。敵強すぎ。シュウユ様、気をつけてね。我が発想の勝利のようだね。結集は天下二分には必要不可欠。ここで引くわけにはいかぬ。周囲、我が輩がついておる。お主の情熱のすべてこの戦に注ぐがいい。やむ。これはやむ。いや、やっ。周遊、なんたることだ。かかったね。命が漏れ出るような傷よ。若き都督は我らの希望。お主らにこそ絶望を味合わせてやろう。うわあ、うん、我らの勢いくじくとは。ここは策を練り直さねばならぬ。撤退する。なんとか押し返すことができたか。順位、次はどうすればいい。そうですね、ただ待ちましょう。聖鳳からの知らせを。これ以上は持たぬ。周囲を、不甲斐ない我が輩を許せ。孫悟の軍は長江の向こう。先ほど接骨味方が孫。いえ、光陵を維持する。ならばどう。いえ、なんだって。赤壁の戦いならばこの状況。よし、劉備と孫です。さあ、よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。やった。目標を彼の地に定めよ。一気に落として敵の船員をくじくのだ。せっかく皆で守り分裂よ。このうん、私はわしらの手で押さえる。進軍せよ。俺は大勢、ひたすらにかけるのだ。手置きをお見せしよう。せやっぱ。そう狙う国賊め、これ以上の勝手は許さぬ。覚悟せよ。お主は楊州の馬頭か。まさか社長で仕掛けてこようとは。それはやっ、せやせやはっ、はっ、どうだい。参
だね。お仕事失敗だ。ここは生き残りを優先させてもらうよ。申し訳ありません。シチューへ。我らでは曹操を討ち果たせぬか。だとしても最後まで諦めんぞ。今に見ていろ、我が息子馬長が必ず貴様に天誅を。殿、お怪我はありませんか。かかったね。大丈夫、こんな手もあるんだ。で幸いであった。どうだい。神にあだなす麦の輩は成敗する。我が正義の刃受けるがいい。捨てよ、罵倒。行くぞ。彼の血はわしらの手で抑える。もう馬長らが。馬長か、現在は楽よ。いやいや、いえ、その顔。何？いえ。ああ、敵は連勝。どう？正面から当たるか。だが馬長。何か不安があるか。戦局打開の一手になるかもしれません。策はあるん。この手紙を。それじゃ。とっておきをお見せしよう。それここを抜ければ義の本陣まっしぐら。俺頑張っちゃうよ。せいや、やろ、奇襲を狙ってやがるのか。そう簡単にさせてたまるかよ。お、かかったね。こんな手もあるんだ。来て、いいところに連れて行ってあげる。ああ、うまくいかなかったよ。ごめんね、バカ。やっ、その際捨てたものではない。何？ほう、確かに。あ、短期で敵陣に乗り込んできたか。だが戦うつもりではなさそうだ。なるほど、本日は使者として参られたのだな。おい、見たか今の。バッチリ見た。こら急いで馬長様に報告しなきゃな。伝令、関水様が義の将と接触していた模様。まさか敵と通じているのか。関水殿をこのまま函谷関に置くのは危険か。関水殿に伝えよ。すぐ道館の背後の守備につくようにと。関水様、馬長様より伝令です。すぐに道館に戻ってほしいとのこと。何、ここを引けというのか。さては義の使者と話したことで疑われたか。馬長に弁明が通じればよいが、いざとなれば義に下るもやむなしか。我が発想の勝利のようだね。やっ、
背後に回るつもりか。そうはさせんぞ。勝敗の鍵はこの一戦にあり、我が部にて突破してみせん。とっておきをお見せしよう。そう、ここまでか。行くぞ。義軍がここまで強いとは。敵将、残るはあと一人。もはや障壁はなくなり申した。道館へ進軍いたす。なんと壮麗な戦ぶり。さあ行きますよ。敵の要衝、私たちが華麗に奪うのです。かかったね。こんな手もあるんだ。やはり義は黄河を避けこちらへ来たが、道館の背後はこの鳳凰黎明が死守せる。並々ならぬ将とお見受けしました。ですがここは華麗に抜かせていただきます。任務を果たせぬか、馬長。申し訳ない。馬長様、大変です。敵は黄河を渡り、我らの背後をつく気配。やっぞ。そんな、もう俺たちに逃げ場はないんじゃ。兵たちは怯えてしまったか。だが俺は決して曹操には屈さぬ。かかったね。こんな手もあるんだ。どうだい、我が発想の勝利のようだね。これその際捨てたものではない。こちらから道館を狙ってきたか。様らの思い通りにはさせんぞ。義軍の進撃、何としても食い止める。ここは行くしかない。我が軍の命運は風前の灯火か。義の勢い止められぬ。すまぬ馬長殿。我が発想の勝利のようだね。ああ、なんと壮麗な戦ぶり。覚悟せよ曹操。この地を脅かす悪魔、俺が撃つ。曹操様をいじめる奴は許さねえぞ。おいらが全部やっつけてやるだ。伝令、帝銀様、馬鹿様、敗走。義軍がこちらに近づいております。どうだい。馬長はわしを後方に追いやった。ここで必死に戦ってもやつが死んじまい。かかったね。馬長、こんな悪いがわしは裏切らせてもらう。全軍、馬長たちの背後をつけ。とっておきをお見せしよう。やはり関水は裏切ったか。後方に引かせたのが仇となるとは。油断したね。全部お見通しだ。いざ尋常に勝負せよ。義に漢中を、天下を渡してなるものか。だから俺が敗れるとは。だが
まだ終わったわけではない。やったぞ。チェロ、うん、減らず口を。何度挑んでこようと貴様らに葬儀は倒せん。こと勘破れてな、うん、それにならば巨匠を狙いはす。敵の狙いはこの地と見た。このども守備を固めよう。五軍の一部はすでに長江を渡って術江に進軍中ですが、速やかに学分おう策領州の勢いをくじき皇庫の憂いは立った。石壁の借り今こそ孫権に返すのだ。うん、戦況は芳しくないか。ここは打開の策を打ち出さねばなるまい。その役敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。このちょあっあっんせおお素晴らしきお働き。かかったね。こんな手もあるんだ。よし、俺と直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。せいやっ、俺どうだい。よくとっておきをお見せしよう。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。えいはぁ、俺はぁ、随分と派手に攻めてきたな。ここは絶対に引かないぞ。叩きのめす。それはこちらのセリフだ。君たちには華々しくご退場いただこう。先方だから張り切ってたんだがな、目立つ機会をみすみす逃しちまった。その調子で行けよ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。石壁で大敗したことをもう忘れたのかい。だったら俺が思い出させてやるよ。あの戦を忘れたことなどありません。石壁の雪辱ここで果たします。やっ、この地を譲ることはできん。何としても俺が守りきる。うん、たっ、うん、こりゃ楽に勝たせてはもらえなさそうだね。たっ、うん、たっ、やっ、あっ、うん、敵陣に狙いを定めよう。これより突撃を開始する。やっ、やれやれ、参ったね。俺としたことがこれは結構な深手だ。
ト、死ぬんじゃねえぞ、今助けてやっからよ。野郎ども、命を張った大喧嘩だ。こっから先、誰一人として通すんじゃねえ。まさかあんたに助けられるとはね。いや、すまない、助かったよ、カンネ。おうよ、当たり前だろ。俺たちは同じ孫悟の仲間なんだからな。油断したね、全部お見通しさ。もうこれ以上は無理だったの。悪いけど出せてもらうよ。チッ、ダセー喧嘩しちまった。我が発想の勝利のようだね。さすがのご活躍ですね。私もあなたに近づけるよう頑張ります。